皆さんこんばんは、インストラクターのまなみです。今回はベッドの上でも行えるヨガストレッチをご紹介していきたいと思います。ぜひお休み前にベッドの上で皆さんもやってみてください。それでは仰向けに寝て始めていきましょう。さあ、ごろっと仰向けに寝ていきます。足裏マットにつけて膝は立てた状態、右の足を胸の方に引き寄せて、両手でもも裏掴んでいきましょう。いける方はすねを持っていきます。まずはしっかりとももとお腹をくっつけるようにして足を引き込んでいきましょう。ではそこから右の足優しく伸ばして、両手ふくらはぎもしくはもも裏、どちらでも構いません。なるべくお腹とももが離れないようにくっつけた状態で行っていきたいです。余裕あるよっていう方は足首を持っていきましょう。でその状態からさらにもう一つ膝を伸ばすようにして、顔の方にどんどんすねが近づいてくるようなイメージ、足の裏面、もも裏、膝裏、ふくらはぎ伸びていくようにしていきましょう。さらにまた余裕のある方は足はフレックス90度にしていきます。足の裏持てるよという方は足の裏を持っていただいても構いません。肩が上がっていかないように、肩は下げた状態で行っていきましょう。顎が上がってしまってちょっと辛いっていう方は、頭のところに枕を置いてあげると少し楽になってくるかなと思います。さあ、ここで呼吸繰り返していきましょう。膝はじめ曲がった状態でも構いません。吐く息で少しずつ膝伸ばすようにしながらストレッチかけていきます。鼻からゆっくりと息を吸って、優しく吐いて、もう一つ足をご自身の顔の方に近づけていきます。お尻がこう持ち上がっていかないように、お尻はしっかりとマットもしくはベッドにつけておきましょう。あともう一呼吸して、そしたら足の裏に手を置いている方は、ふくらはぎ、足首あたりに一度手を戻していきます。でこの状態から足首をゆっくりと大きく回していきましょう。くるくると回していきます。でしっかり足のくるぶしをね中心に考えながら大きく足を回していく。足首周りむくみやすい人は少しこういうふうに動かしてあげることでむくみの改善にもつながっていきます。さあ、動きを止めたら今度逆に回していきましょう。反対にも同じように回します。大きく足首動かしてあげて足の疲れを取っていきましょう。動き止めていきます。最後にもう一つご自身の顔の方に足近づけるようにして、で優しく緩めたら今度足首を曲げている方の膝に乗せていきます。足をゆっくりと胸の方に引き寄せて、4の字になっている方の足に手を通して、もう片方は外から回してもも裏掴んでいきましょう。お尻周りが伸びていきます。右のお尻のストレッチ、余裕のある方はすね持っていただいても構いません。少しゆらゆらこのように揺れて、角度によってまた伸びるところが変わってきたりもするので、
自分が硬いな、ちょっと疲れているなというところがあったら、そこで止めてストレッチかけても大丈夫です。鼻からゆっくりと息を吸って、吐く息でもう一つ足が胸の方に近づいて、さらに筋肉の伸びを感じてストレッチ深めていきましょう。はい、それでは体真ん中ではない方、真ん中に戻して、手をゆっくりと離したら足を下ろしていきます。反対も同じように行っていきましょう。左の足胸の方に引き寄せて、まず両手で抱えて、お腹とももを近づけていく。じゃあ両手をもも裏に、優しく膝伸ばすようにして、ゆっくりと足伸ばしていきましょう。お腹ともも離れないようになるべく気をつけて、いける方はふくらはぎ、足首、そしてさらにもう一つ届くよっていう方は足の裏、少しずつ少しずつ膝裏を伸ばすようにしながら、足の裏面にストレッチかけていきます。たくさん使った足をゆっくりとほぐしてあげましょう。優しく吐く息で膝が伸びていくのを感じて、それでは足裏に手を置いている方はふくらはぎに、で足首をゆっくりと大きく回していきます。ぐるぐると大きく動かしていきましょう。足先が冷えやすい方も足首回してあげることで、足先まで血流の流れが良くなっていきます。さあ動きを止めたら、今度反対にも回していきましょう。反対も同じように大きく動かしていく。はい、じゃあ動きを止めたら、最後もう一つ膝裏伸ばすようにして、顔の方に足を近づけるように、はい、では膝をゆっくりと曲げて、右の膝の上に左の足首乗せていきましょう。右足胸の方に引き寄せて、4の字になっている足の間に手を通して、反対の手は外から回して、もも裏掴んでいきます。余裕のある方はすねを持っていただいて構いません。さあ左のお尻を伸ばしていきましょう。ずっと座り仕事、ずっと立ち仕事、極端に、この立ったり座ったり、ずっと長時間行っている方、お尻周り結構凝りやすいです。しっかりとねストレッチを入れてあげて、お尻周りもほぐしていきましょう。さあ優しく呼吸繰り返しながら、どん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 お尻周りがゆっくりとほぐれていくのを感じて、あともう一呼吸して、手を解放したら
足を優しく下ろしていきましょう。ふーっと一息。体ごろっと好きな方に倒して、優しく起き上がっていきます。はい、以上、寝る前に行えるストレッチ、ヨガになっていきます。ぜひ、お休み前に皆さんもやってみてください。